帰りなの？あ、うん、図書委員の仕事でね。楽しくやってるよ。途中まで一緒に帰らない？すごいね。あ、それじゃあ私はこっちだから。うん、じゃあさよなら。何やってんだよ、早く取れよ。お姉さん、走って走って。あんなに強く打つなんて。ごめんごめん、今度はもう少し優しく打つから。さーて、俺もお姉さんに続くぞ。バカ、お前なんかに打たせるかよ。見てわからない？あの子たちと野球よ。
それがね、学校から帰ってきていつものように境内の掃除をしようと思ってここに来たら、あの子たちが野球をやってたのよ。で、掃除しながらしばらく見てたら、なんか急に懐かしくなっちゃってね。そういうこと。あら、ボールをバットで打つところは同じよ。何よ。ムカつく言い方ね。確かに守備はあんまり良くなかったかもしれないけど、こう見えても私はソフト部1のホームランバッターだったのよ。ごめんなさい、大丈夫でしたか？って、なんだ、あんたか。だって、私が撃つとどうしてもこっちまで飛んでっちゃうんだもん。ないわよ。だいたい狙ってぶつけるなんて、そんなことできるわけないでしょ。そう。あんたの方こそ自分からぶつかりに来てんじゃないでしょうね。分かったわよ。とにかくぶつかったところ見せてごらんなさい。そんなことあったかしら。それで、今日は何の用なの？それで？わかったわよ。ちょっと待ってて。Thank you.
っちゃうの？掃除手伝って。今日はあの子たちと野球やっちゃったからまだ残ってるのよ。ね、お願い。本当に手伝ってくれるとは思わなかったわ。というわけなのよ。早いな。そうね、雪でも降るのかしら。もう初夏なのに雪が降るの？これで5名まで決まりっと。
と一人は誰を誘おうか。あ、じゃあノエミを誘いましょうよ。あたいも賛成。ノエミにはパーティーの件とかでいろいろと世話になってっからな。そうね。じゃあ最後の一人はノエミちゃんってことで。ねえ、ノエミちゃんにこのチケット渡しておいてもらえる？じゃあみんな、日曜日は朝8時に駅前に集合だよ。何？お兄ちゃん。うん、最後のお客さんもちょっと前に帰ったからね。日曜日？特に用事はないからお店番してると思うよ。え？これってTNLのフリーパス？ごめんね、お兄ちゃん。私はいいよ。私、人混みとか苦手だし、それに私がついていったらみんなの邪魔になっちゃうもの。お兄ちゃん、うん、わかった。いいよ、自分で言うから。うん、わかった。ありがとう、お兄ちゃん。
なことはないけど。ここでいいよ。お客さんが来た時にお兄ちゃんに呼びに来てもらうのも悪いし。うん、でもこれといってすることないから。お水。そうよ、出来たて取れたてレアな情報よ。何があったの、みやこちゃん。にゃーん、なんと、なおりちゃんが不純異性交流してたの。え？私見たんだよ。そこの駅前でサイを待ってたら、ほら陸上部のなんとかって先輩とナオリちゃんが一緒にいたの。ナオリちゃんたらすっごく楽しそうにしてたんだから。一緒に歩いていただけじゃ付き合ってるとは言わないんじゃないかな。つけてみたんだけど、なんと一緒に買い物してたんだから。それにそれに、いろんなお店を回ってあれこれと試着したりしてたのよ。これがデートと言わずして、なんというかって感じよね。陸上部の先輩と、ナオリちゃんが…ナオリちゃんたら、結構硬そうなイメージあるんだけど、まさかここまで大胆だったとはね。あ、いらっしゃいませ。
おいミャーコ、てめえ人待たせといてすっぽかすとはどういう了見だ。あ、先生聞いてよ、あのね、ナオリちゃんが。痛い。てめえ人の話聞けっての。後ろから呼んでるのに全部無視しやがって。治りは関係ねえだろ。ったく、せっかくお前のためにあたいが暇作ってやってんのに、ふらふらとどっか行っちまいやがって。こんなところで油売ってんじゃねえよ。ほら行くぞ。ねえ、お兄ちゃん？本当なのかな、ナオリちゃん。今のところないみたい。お兄ちゃん、ちょっと休んできていいよ。お店は私が見てるから。でも、お父さんたちにもたまにはゆっくりしてもらわないと。そうかな。いらっしゃいませ。